偽証作戦は日中戦争中の1940年5月から6月まで湖北省で行われた日本軍の作戦である。日本軍の第11軍が中国軍第5戦区軍の撃破と偽証の攻略を目的として実行した。中国側の故障は夏目予改戦。1940年初頭前年末から中国軍の冬季攻勢を受けた第11軍は すぐさま、偽証方面に対する一大反撃作戦を起として、シナ派遣軍と計画を推し進めていた。ここで、偽証が選ばれたのは、理想人気化の第五戦区軍に対して、通撃を加えることのほかに、対ソ連軍備充実を目的とする、シナ派遣軍兵力削減のために進められていた、重慶政府との和平工作を促進する必要性から、重慶に直接迫って、 圧力を加えるという戦略上の狙いがあったからである。偽将は重慶まで約480キロと最も近く、洋須港をそこをする、外交戦もここまでは自由に出入りできる、表現館であり、交通路の要衝でもあった。また、海軍も重慶爆撃の中継地として、偽将を確保するよう陸軍に働きかけていた。兵力削減計画を進める陸軍中央部もこの、 作戦の必要性を認めたため、4月10日、大本営は、偽証作戦の実行を発令した。しかし、この命令には、偽証の占領確保は含まれていなかった。偽証を永久確保するかどうかは計画の段階でも問題となっていたが、兵力増強が望めない現状では、新たな占領地を維持する余裕はないとして、作戦後は、現地打ちへ反転帰還することになっていた。また、 大本営命令の上層の際、昭和天皇から、偽章のごときはできるならば、手をつけるなとのお言葉があったと伝えられ、品派県軍首脳部はこれを、ご内事であると深刻に受け止めていた。陶器構成によって勢いづいた中国軍は、直気反抗のための第三規制訓で新たに八十個市の編成充実を、図り、その完了は六から八月頃と見られていた。また、 日本軍の進攻の基とを早期に察知し、第5戦区軍は頻繁に部隊の配置移動を行って防備の強化に努めていた。5月1日から4日にかけて日本軍の核兵団は進撃を開始、関水支流の党白川下畔で包囲体制を取ることを目指して急進した。第3師団は筆元を第39師団は創用をそれぞれ攻略し、 10日頃までに核兵団は東が白川流域まで進出したが中国軍は日本軍の進路の速報へ退避し終わっていた。ここまでの経過はちょうど1年前に行われた上東橋海戦とほぼ同様の経過で戦われその際にはここで反転期間していた。5月8日日本軍は第1期作戦の目的達成として第2期作戦の準備に取り掛かった。 中国軍の反撃、編集戦死した、長寿中将軍。中国軍は、前年の経験から、この日本軍の動きを現中地への退却と見て、集結する日本軍を追撃しようと構成に転じて、きた。5月10日、第33集団軍総司令場理事中将軍がここ市を、引いて、議場付近から関水を溶かし東岸へ進出した。5月12日、第11軍は、 第13師団、第39師団、池田師隊を大鉱山系に集結した、長寿中集団軍撃滅のため南下させた。この日、北方に残った第3師団に、第31集団軍が、死臭から押し寄せ、長寿中集団軍の一部が、日本軍の兵艦船を数日間遮断した。5月16日、長寿中集団軍司令部から発信される、無線電信から、 その位置を掴んだ第11軍は付近の山地を攻撃中の第39師団に位置を通報した。不評第231連隊の第11中隊第1小隊は高知の両線上の敵を攻撃しながら斜面を進撃中、偶然にも地撃に潜んでいた中国軍、高級将校の一団と遭遇、手榴団を投敵した直後に突入して、 多数の証拠を壊滅した。この時押収した書類や私物類から、これが第33集団軍司令部であったと判明し、捕虜にした同板兵の証言や戦、タモリ・ヒサシ大佐の剣士から、長寿中将軍の戦士が確認された。将軍の遺体は中国側に引き渡すことになり、日本軍は丁重に埋葬し、護衛兵だった捕虜にその旨を伝えて釈放した。その晩、 数百人の中国兵が墓を野衆して、遺体を運び去っていった。白川と河川、編集白川を図称する、不評第六連隊の将兵。第三師団の主兵力として、北回りで、銀賞を目指した。第十一軍は、中国軍を、総用方面の平野に誘い出して殲滅することに、決した。5月15日、第三師団は、戦線から離脱して、 中国軍を誘致しつつ、16日総用付近に集結した。第11軍の核兵団は、総用を中心に迎撃態勢を整えたが、この誘いに乗った中国軍14から15個士が総用付近に迫ってきた。5月19日、日本軍は一斉に攻撃を開始、老媒した中国軍は再び北西方に改装した。追撃に移った日本軍は、白川。 東画下藩で大きな戦果を上げ、一部の部隊は廊下工近くまで進出した。この時、第39師団の不評、第233連隊は中国軍を追撃して白川下藩に進出した。5月20日白母頃、連隊は都下天を偵察するために3人の将校を派遣した。夕暮れ時で川もには霞がかかっており、 前方に見える砂地を二人は対岸だと判断したが、一人は中須と判断した。報告では前者二人のものが採用された。20日夜から都下が開始され、21日0時ごろ、対岸と思われた中須に上陸した。都下成功の青信号弾が打ち上げられるや、対岸から標定していた中国軍は一斉に猛者を開始した。 遮兵物のない中州へ次々に上陸した連隊は、たちまち損害俗室、三百数十人の犠牲者を出し、神崎連隊長も戦死した。この白川の渡河戦は、第39師団最大の悲劇と称された。5月21日、平坦戦が伸び切った日本軍は、追撃を打ち切り、反転を命じて、冠水とかの準備に移行し始めた。 第5戦区軍15個士を撃破したとはいえ、炎天下の抗軍で、日本軍の疲労は極度に達していた。ここまでの戦果は、行き死体約3万3千、捕虜約1千名、日本軍の損害は、戦死850名、戦勝約3千名であった。作戦続行の可否、編集今回の作戦は、もともと陶器構成に対する反撃作戦であり、中国軍を破壊できれば足りるものであった。 その米軍司令官をはじめとする第11軍司令部の幕僚たちの一部は作戦の打ち切りを考え第2期作戦の実行を躊躇していた5月23日作戦続行の可否について協議が行われ参謀長や兵隊関係の参謀たちは打ち切りを主張したその主張は部隊は炎天下の機動戦に疲労困敗しており大本営が占領を認めていない議長まで行く 必要はないというものであった。これに対し、積極派の作戦参謀たちは、ここまでの戦果に満足して、作戦を中止しては、第11軍の統率上の権威が失われてして、しまうとして、強行に反対した。結局意見は、積極論に一致し、作戦続行が決定され、第2期作戦に踏み切った。六月五日の冠水とか後、故障地帯を船で進む池田地帯。 翌々日死に体は、慶州と佐市に到達した。5月31日夜、第3師団と第39師団は、上用対岸付近から、関水の渡河を開始した。命令は、恩密渡河であったが、白川の渡河戦を味わった第39師団は、砲兵射撃を実施して、強行渡河した。6月1日、上用を占領した両師団は、南下を開始した。 中国軍は、長時中将軍を失ったこともあり、各軍の連携を失って各国に激破されて改装しつつあった。日本軍が上西に進出したことは、重慶政府に動揺を与え、陳政を偽省に派遣して、軍を統一式させた。6月4日には、南方から第13師団、池田支隊、関水支隊が関水を溶かし、偽省を目指して、精神を始めた。 第11軍は北と南の兵団を統合して、偽章東方の東洋付近で中国軍を包囲撃破することにした。日本軍は、慶州、佐市など中国軍の根拠地を覆滅しながら進撃し、六角品は連日増大した。6月9日、東洋周辺の包囲網は狭められ、第13師団は東洋南地区の陣地を突破、中国軍を改装させて、 偽証方面に迫った。一方、第三師団は、海口の山県で環境に抵抗する中国軍、第二軍によって進出を阻まれていた。佐志を総統中の不評、第二十三連隊、第二大隊。この部隊は、池田市隊に属し第十三師団と共に、東から偽証方面へと進軍した。6月10日、第十一軍は、 第十三師団に対して、義将の攻略を命令した。先陣を逃した第三師団と、第三十九師団の将兵たちは落胆憤慨したが、第十一軍は、両師団に配慮して各一部部隊を、義将攻略に参加させる、よう追加命令した。翌十一日夕刻、第十三師団は、義将に突入し、十二日には、義将を完全攻略した。 シナ派県軍総司令部では一部で偽証確保の意見が現れていたが中央部の進める兵力削減問題から第11軍に対して兵力を新たな兵力を増強させることはできず6月17日日本軍は計画通り偽証からの反転期間することになったその頃東京の参謀本部ではヨーロッパ戦線における激動が大きく影響を与え南進論の沸騰や 事変の早期解決の積極論が好調していた。そして、重慶政府に与える影響の大きさから偽証保持の要望も急速に広まっていたのである。6月15日、軍令部総長が上層の際に、重慶爆撃の中継地として、偽証が大きな価値を持つことを言及すると、陸軍は偽証は何とかならないのかとのご過門があった。ここで、参謀本部の態度は、 偽証確保に一致決定され、翌日確保命令が出された。命令は即座に偽証から反転期間中の前線部隊へ伝達された。前夜から反転を始めていた第3、第13師団は命令を撤回して偽証の再占領に向かった。一方、中国軍は偽証から反転していく日本軍を見て人生式のもとに一斉に偽証へ進出しつつあり、 そこへ、再び反転してきた日本軍との間で激戦が展開された。6月24日になって、ようやく日本軍は市外の総統を完了させた。再び偽証を占領した日本軍ではあったが、反転の際の破壊命令に従って露客した物資の大半を焼却、または様子港に投棄してしまっていた。また将来利用できたであろう、弊社や協梁。 通信設備も徹底的に破壊していたため、その後駐屯する日本軍部隊は苦労することになった。大本営は占領地域の広がった第11軍に対して、第4師団を満州から転用させてその戦力に加えた。この作戦での総合戦果は、抗戦的兵力約35万人、行き死体6万3127、捕虜4797人、六角品は、 野砲 11, 三砲 12, 機関砲 2, 迫撃砲53その他多数が報告された。日本軍の損害は、戦死1403人、戦勝4639人であった。本作戦で、第5戦区軍に与えた精神的、物質的な打撃は甚大であると見られた。重慶では、日本軍の重慶進行の噂が流れ、国民政府内部での抗戦。 和平派の分裂が激化するなど動揺が広がった。小解析総統が公戦8年間に最も危機を感じたのはこの偽証作戦の時であったと言われる。ありがとうございます。